お便りをお待ちしています。アジアにまつわる思い出や番組の感想など何でも結構です。どしどしお寄せください。さあ続いてはアジア街角リポート。今日はイランから日本の伝統芸能に取り組む若者たちの話題をお伝えします。イランといえば映画産業が盛んですが、娯楽として演劇も人気があります。そんなイランで大学の演劇グループがおよそ600年の歴史がある日本の能に魅せられ、手探りで舞台を作り上げました。若者たちの挑戦をテヘラン支局島崎記者が取材しました。マン、クマガイノナオザンハスタン、マルディアスサルザミンムサシー、マンサルザミンヒシラタチゴフタン、و خود را کاهن رنسی نامیدم. 今年2月テヘランで開かれたイラン最大の演劇祭、最も話題を呼んだのがペルシャ語に翻訳された日本の能です。演じたのはイランの大学の演劇グループです。演目は平家物語をもとに描かれた敦盛です。源平合戦で討ち死にした平家の少年敦盛、自分を殺した蓮生の前に霊となって現れ、敵を討とうとします。しかし出家し、自分を弔い続けていたことを知り、かつての敵を許すという物語です。نمایش نو ژاپن آره اولین بار فکر می‌کنم این خیلی جالب باشه برای خودم. آره この能の舞台を3年がかりで作り上げたのがムハンマド・モガタムさん、23歳、大学で演劇を学んできました。日本人にとっても難しい能、モガタムさんはなぜあえて挑戦しようと思ったのでしょうか。南部の町シラーズにある自宅を訪ねました。こんばんは。どうぞ。どうぞ。モガタムさんの部屋は日本文化に関する本や飾りで埋め尽くされていました。モガタムさんは日本に行ったことはありません。10代の頃、日本の侍映画を見て武士道に憧れるようになりました。その後大学で演劇を学ぶ中で、侍の精神が描かれた古典芸能に興味を持ったモガタムさんは、武士の情けをテーマにした敦盛に出会ったのです。敦盛は اولین باری که خوندم خیلی بهش فکر کردم. میتونم بگم من敦盛رو تقریبا توی یک هفته نزدیک به 4-5 بار خوندم فقط. جیسای نی نو رو میتا کوتو نو نای موگاتامو سان نی توتته یوییتس نو تایوری وا نیپون کارا توری یوسهتا ویدئو دشتا. کوری کاشی میته سریفو ماشی یا مینو کوناشی او کنکیو شیماشتا.演目の意味を深く理解して演じるためには言葉の学習も欠かせません。モガタムさんはイラン人と結婚して現地に住むラジャイ京子さんに日本語の指導を受けています。はい、東京へ出張しなければなりません。出張しなければなりません。まだまだ初歩的な会話しかできないモガタムさん、それでも
日本の文化、そして能をもっと知りたいという思いは誰にも負けません。話します、話さない。このイランで能を勉強するっていうことができるのかどうか信じられなかったんですけど、彼は能に限らず、日本の伝統、歴史、日本のスポーツ、日本語を習うことから全てに関して興味を持って勉強を今しているので、そういったものがもう彼を動かしているんじゃないかなと思います。モガダムさんが稽古場にしている大学です。大学の仲間とともに毎日能の稽古に励みました。モカッダムさんは自ら演じるだけでなく仲間たちの指導役も務めます。まずは発声練習、独特の声の出し方を練習します。おお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 いい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 。松が描かれた背景の鏡板、そして全ての衣装が手作りです。ビデオや本を参考に見よう見まねで作りました。حتی توی اون کتاب هم که نگاه میکردیم خب اون جوری ننوشته بود که یه مثلا ایرانی بخواد اینو اجرا بکنه و الگوها رو نمیفهمیدیم که دقیقا چی به چیه. با سنجاق همین چیز کنم دقیقا نمیفهمیدیم که حالا تو این الگوه چی به چی هست. مزکشی نوگا نو تکیو نو مینو کناشی و نکاما تاچی نی مستر شته مراو کتو دس. تکنی سری اشی イラン人にとっては全く馴染みのない歩き方であるため非常に苦労しました。قبل از اینکه وارد مباحث بشیم فکر میکردیم کار راحتی، ولی بعد که وارد کار شدیم و تمرین ها شروع شد فهمیدیم که اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. مخصوصا حرکاتی که من داشتم خب خیلی سخت بود و طول کشید تا من بتونم این حرکت ها رو در بیارم. وای که زندگی 長い間正座の姿勢を保つのが大変です。کار آسانی نبود چون فرق‌های زیادی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ ژاپنی وجود داره. چیزی که هست خیلی شباهت داره این داستان‌ها به داستان‌های شاهنامه فردوسی ما و از این بابت خیلی به ایرانی نزدیکه، خیلی به حماسه‌های ایرانی نزدیکه. اتسموری نو کوئن نو هی موگاتام سان تاچی وا تهران نی یاتته کیماشتا. イランでは珍しい日本の古典芸能の上演と聞いて大勢の観客が詰めかけました。仏教の許しの精神を描く物語を宗教の違うイランの人々を前に演じます。45分に及ぶ熱演に観客たちの目は釘付けになりました。جنگاوری هایی که هست توی این داستان شاید نزدیک باشه با جنگاوری هایی که ما تو فرهنگ فارسی داریم. نمایش نو نمایشی نیست که هر کسی بتونه اجراش کنه، خیلی سخت بود. نمایش ژاپنی از خیلی من دوست دارم هر نمایش ژاپنی که بشناسم اجرا کنم.日本の能の上演に
初めて挑戦したモガッダムさん。これからも日本の古典芸能を勉強し、その魅力をイランの人たちに伝えたいと意欲を燃やしています。あの演じている時のモガッダムさんの眼差し、真剣でしたね。とても印象的でした。今回の能の上映にあたっては、日本語の先生のラジャイさんのほか、イランの日本大使館も本を提供するなどして協力したということです。あつ森の脚本は英訳されたものをモガッダムさんのお兄さんがペルシャ語に訳してくれたそうです。モガッダムさんの熱意が周囲の人を動かしたんですね。これまでイランからは遠い国、日本の古典芸能を独学で勉強してきたモガッダムさんですが、将来日本に留学して本格的に学ぶのが夢なんだそうです。以上、アジア街角リポートでした。